中国の三峡ダムは1993年に着工し、2009年に完成した超巨大ダムです。洪水抑制、電力供給、水運の改善を主目的としており、世界最大級の三強水力発電所を併設しています。この発電所は2250万キロワットの発電能力を持ち、これまで中国のエネルギー供給に大きく寄与してきました。そのの一方で、負の遺産。 抱える問題も多岐にわたり、毎年洪水シーズンが来ると崩壊するのではないかと話題になるので、名前を聞いた方も多いかと。三峡ダムにはいくつか役割がありますが、大きく次の3つが挙げられます。まずは洪水調節。大昔から中国では、水を治める者は国を治めるとも言われ、水害や干ばつに苦しめられてきた歴史があります。三峡ダムのある長長江は、さがキロ。 ナイル川、アマゾン川に次いで世界第3位の長さ。その長江の中ほどに三峡ダムは建設されました。もちろん、洪水に対応するためです。次に、水力発電。ダム建設が始まったのは1993年から。日本もかつてそうだったように、経済成長著しい国では電力が必要になります。今のように風力や太陽光といった再生可能エネルギーは当時はまだまだ。 当然水力発発電電ににによるるが役割に加わることになります経済が発展するにつれ、内陸の重慶と長江流域との物流が重要視されるようになりました。ダム建設により水を貯めることで、上流の重慶の水位が上昇。これにより、1万トン級の大型船も、途中で荷物を積み替えることなく、内陸の重慶まで運ぶことが可能になりました。 これら3つのほかにも冬場に不足しがちな水を下流に補給したりダムをコンテンツの一つとして観光産業にも力を入れているようですしかしながらメリットもあればデメリットもあります砂がたまる問題ゴミやひび割れ問題気候変動や生態系への影響など多くの負の遺産があるのも事実です長江流域 特に三峡ダムのの上流でで大雨になるると、川ががあふれ、洪水ちちこちで発生するのはなぜでしょう。三峡ダムは、長江の中ほどに建設されたダムでここから海側を中下流内陸側を上流と呼びますその上流の地形と長江本流に流れ込む支流との位置関係から大雨となった場合水が1箇所に集中し洪水になることが多いようです地形と気温の関係について分かりやすい例があります こちらは、三峡ダムとその上流の雨や雪の予想を示したもの。ご覧のように、周りは雪のマークなのに、まるで囲ったところが、雪ではなく雨になっています。そしてこれは気温の分布予想。降雨データと同様に、この場所だけ気温が高いことがわかります。ここは四川盆地で、熱がこもりやすく、夏には酷暑になることで有名です。 おそらくですが、周りの山々とこの地域では、気象条件が全く異なるということが言えるかもしれません。この周辺で大雨になるというのは、こういった地形などとも関係していそうです。そして、その水がすべて長江本流に集まり、その出口は三峡ダム1か所だけですから、危険だと言われるのも無理はありません。そんなに危険というならば、あらかじめダムの水位を下げておけば良いと思われる方もいらっしゃるでしょう。 こちらは、三峡ダムの断面を示したものです。ダム本体の高さが175メートルあるにもかかわらず、いろいろな制約から、実は145メートルと175メートルの間でしか、ダムの水位を上げ下げすることができません。年間水位をグラフで見てみます。6月から10月の間は出水期と言われる洪水シーズンで、それ以外は活水期となります。 ご覧の通り、年の初めに175メートルからスタートして、6月まで徐々に水位を下げていきます。それ以降、上流の各地で大雨となり、例年、何度か洪水が発生。10月あたりになると落ち着き、徐々に175メートル付近まで水位を上げ、その状態が年末まで続きます。 多少の時期と水位のズレはあるものの、毎年6月10日には洪水準備水位とも言われる145メートル、そして11月1日頃に最高水位に到達し、あちらの関西メディアは、これ見よがししに発表します。6月から10月の間では大洪水になる年もあり、2020年には衛星写真でダムが歪んでいると、世間がざわつき、崩壊するのではと話題になったため、記憶されている方も多いかもしれません。 毎年、洪水が発生するのは分かっているのだから、最初からもっと水位を下げておけばよいのに、と思われる方も多いことでしょう。しかし、三峡ダムは、洪水対策だけのために存在するのではなく、水力発電や大型船の航行もあるので、水位を145メートルより下にはできません。そもそもの目的は、洪水を防ぐために作られたはずなのに、あれやこれやと、欲張った結果、その能力が十分発揮できない状況にあります。 年の初めから、洪水シーズンが始まるまでの実績を、ここ数年で振り返ってみることにします。大洪水となった2020年の場合はご覧の通り。続いて21年、22年はこちらで、だいたい同じようなペースで水位を下げ、決まったように6月10日には最低水位に到達します。ただし2023年になると、極端に水位が低い結果、これは干ばつのため、ダムへの流入が少なかったことが主な原因で、かなりレアなケース。 さて今年はというと、例年よりも水位は低く、167メートルからスタートし現在に至ります。おそらく、いつものように均等ペースで進むとは思いますが、果たしてどうなるでしょうか。おととしから去年のように、世界的な異常気象が大きく影響することも考えられるため、絶対こうだと言い切れないところが、正直あります。 三峡ダムへの流入量が増える原因として考えられるのはダム周辺とその上流で大雨が降った場合これはデータにすぐ現れるのでわかりやすいです次に上流のダムで放流量をアップした時でこのケースは観測データに反映されるまでに時間がかかるのとじわじわ増えるためなかなか判別が難しいところ最後にチベットなど最上流での融雪つまり雪が溶け出し川の水がかさ上げされるケース 他にもいろいろあるでしょうが、主だったところで言うと、この3つになるのではないかと思われます。どこの国でもそうですが、発展途上にある国が近代化する場合、電力インフラの整備が必須となります。中国も例外ではなく、急激に経済が発展するにつれ、電力不足が大きな課題となっていました。 そこで出てきた政策が、内陸で作った電気を沿岸部まで送るという、静電闘争です。三峡ダムで発電した電気は、遠く離れた上海や、その周辺の省に送られています。このダムには、70万キロワットのタービンが32基、管理用として5万キロワットのタービンが2基設置されており、合計すると、2250万キロワット。 日本で一番出力の大きい水力発電所は、福島県にある奥田ダ摩発電所で56万キロワットですから、三峡ダムは半端ない出力であるということがわかります。ただし、設計上、発電能力があるという話と、実際に発電されているのかというと、それはまた別物で、特に最近、その能力が十分に発揮されているかは、かなり疑問です。なぜそう思うのか、一つ一つ、ねちねちと見ていきます。 三峡ダムには世界最大級の発電設備があることはお伝えしましたが、実際の発電実績についてはどうでしょうか。今から約20年前の2003年から部分的に発電を開始し、2012年には商用の32機、すべてが稼働しました。その年の年間発電量は981億キロワット時になったと、当時のニュース記事の中で伝えられています。 2018年になると、年間発電量は大台の1000億キロワット時に到達。あちらの関西メディアは、12月21日午前8時25分21秒と、秒単位で達成時間を報じる始末。よっぽど嬉しかったのでしょう。裏を返せば、2012年から6年もの間は、1000億に届かなかったことを暴露することとなりました。 さらに2020年には年間発電量が1038億9800万キロワット時という世界記録を高らかに宣言します。記憶に新しい大洪水が連発した年ですから、水は有り余るほどあった年のことです。しかしながら、2022年になると様子が一変しまますこれまで誇ららしげに報じてきた年間発電量の数値がニュースから消えます。 代わりに過去20年の累計発電量を持ち出してきて、お茶を濁すことに。その後、2023年の年間発電量の記事では、昨年比1.9%増という文言と、802億7100万キロワット時という数字を発表。なんだよ、2%近く増えているんじゃないかと思った人は、あちらの10にはまっています。前の年が800億にまで大幅ダウンしていたことがバレバレ 2021年から比べると、2022年は2割減だったことが明らかに。これまでイケイケどんどんだったわけですが、急に減ったとなると国家プロジェクトの手前、罰が悪いですよね。当然ながら、世界一などという言葉は聞かれず、今回は累計の数字にしとこう、となったわけです。後から考えると、2020年が三峡ダムのピークだったのかもしれません。 これまででの反動かからら、水不足は解消するでしょうから発電量もある程度回復するとは思いますが戻らないとなると今度は別の原因が浮上してきそうです <noise> 一方で中国では今太陽光発電や風力発電など自然エネルギーによる発電設備をどんどん増やしていると宣伝しておりあちらのメディアの記事には事あるごとに次のような文言がねじ込まれています 何々発電所の発電量は、累計、ちょめちょめ億キロワット時を突破し、二酸化炭素排出量、丸々億トン以上を削減し、グリーン発展に強い原動力をつぎ込みましたといった文章です。とにかく、一つの文章が長すぎる。これに似たフレーズがあらゆる記事の中で、ふんだんに盛り込まれており、読者にすり込んでいく工作活動。ところが現実はそれほど甘くありません。 ロイターの報道によると、今年の1月から2月の石炭輸入は、前年同期比23%増だったそうで、1月から2月としては過去最高を記録。なぜそんなに石炭輸入が増えたのかというと、今年の初め、中国を襲った寒波が主な原因なんだとか。本来、電力事業がバランスよく整備されていれば、そんなことにはならないはずですが、現実はそうはなっていません。 太陽光や風力は自然に左右され、しかも微調整というのが効かないので、今のところ安定供給には火力発電が一番いいようです。別の記事によると、内陸部の雲南省では、太陽光や風力発電設備が過剰なほど整備されたのに、火力発電のシェアが極端に少なくなったため、需給のバランスが崩れ、電力不足に陥っているという状況。 EV 車は環境に優しいとまことしやかに言われますが、実のところ、その電気は石炭で作ってますなんて、笑えない話です。最近の中国の発電事情はどうなっているのでしょうか、今、何かと話題沸騰中の自然エネルギー財団が公表している、2022年の中国発電ランキングトップ5。まずは第5位の原子力発電。 近年急速に拡大しており、エネルギー多様化のために政府が積極的に推進。原子力は石炭に代わるエネルギー源として位置づけられており、安定した電力供給を提供する一方で、安全性や廃棄物処理などの課題もあります。あちらが発表している公式データによると、福島第一原発の処理水に比べて、9倍のトリチウムを含む排水を流している原発もあると報道され、世間がざわついています。 安全保障の観点からなのか、あるいは隠したいだけなのか、全体比率からすると2%ちょっとということで、意外に少ない印象があります。第4位は風力発電、政府の支援により急速に成長、世界最大の風力発電国の一つであり、エネルギー供給の多様化に貢献。 ただし、自然環境に大きく影響を受けるため、蓄電設備がまだまだの現在、設備の容量は増えても実際に有効活用されているかというと、それはまた別の話のようです。第三位は、太陽光です。太陽光発電は政府の手厚い支援と技術革新によって大幅に拡大。中国は世界最大の太陽光発電国であり、パネルの生産量も世界一です。 今、一番中国が力を入れているのがこの太陽光と、先ほどの風力発電。あちらの内陸部では、信じられないほどの発電施設が建設されているのですが、実際のところ、天候に大きく左右され、お日様のご機嫌うかがいによるところが大きいので、安定供給という面ではいまだに課題があります。また、近年では異常気象のためか、ゴルフボール台の氷が落ちてくる映像も SNS で見られ、太陽光パネルが損傷し、使い物にならなくなることも。 このあたりのリスクは常につきまといます。第2位は水力発電。中国は世界でも屈指の水力発電国の一つであり、ご存知の通り、長江や高雅などの大河川やその支流に多くのダムが建設されてきました。水力発電は安定した発電源であり、再生可能エネルギーの中で重要な位置づけとなっています。 ただし、ダム建設による生態系への影響や、地域の水理権問題、水質汚染、泥やゴミ問題など、様々な問題が指摘されています。栄えある第一位は、やはり石炭火力です。昔から、中国の電力構成の大部分を占め、安い燃料として広く利用されています。石炭火力発電は経済成長の主要なエネルギー源であり、中国のエネルギー需給の中核を担ってきました。 環境への影響や気候変動への対策の観点から再生可能エネルギーへの転換が求められているものの大寒波になると石炭輸入が急に増えたりもともと国営企業が多いことからなかなか石炭依存から抜け出せていないのが実情のようです三峡ダムの停滞の北側には大型の船でも行き来することができる肛門という設備があります ダムの建設に合わせて作られたもので、高低差は115メートル、5段式のプールとなっていて、上下2本あります。ここを多くの貨物船や観光目的のクルーズ船などが通過することになります。あちらの関西メディアでは、最近、この校門を通る貨物量が増えたという記事が多くなっています。数字をいくつか出すことにより、例の感染症政策の転換以降、経済が回り出しましたと猛アピールしたい意図が見え隠れ。 よくよく考えれば、経済が失速して、船の通行がだだ下がりしていたわけですから、その反動で数字が増えるのは当たり前のこと。また、船による輸送は、飛行機やトラックよりもコストが安いので、こちらにシフトしているのかもしれません。あちら関係のニュースをウォッチしていると、関西メディアはこのニュースだけでなく、観光客が増えた、旧正月で人の移動が増えた、消費が増えたとプラス方向の内容を、次々と伝えています。 なぜここまでして、復活ぶりをアピールしたいのか。それはあの政策で、経済が低迷していたことを、なかったことにするためのプロパガンダじゃないかと邪推しています。ご存知の通り、貿易統計などの実績では、ここのところ悪い数字が並んでいます。さすがに中国人も、まずいんじゃないかと思っているかもしれません。そこを払拭するために、順調に回復していると、国内外に宣伝しているんじゃないでしょうか。 おそらくですが、しばらくこのプロパガンダが続くでしょう。それをせっせと日本のメディアが報じているわけですから、情けないですね。皆さんがテレビやネットのニュースに触れるとき、これらの話題が出てきたらご注意ください。それでは、三峡ダムを通過する貨物の量を具体的に見てみまます2003 20年年にに一般船舶への開放が始まって20年になります。 2011年には年間1億トンを超え、ダムができる前の5倍の貨物。その間、右肩上がりに貨物量が増えてきましたが、2019年から21年は、例の感染症によって、さすがにその伸びがストップしました。2022年はなんとか持ち直したようです。去年より増えたことを強調したいようですが、こうやって長い目で見ると、頭打ちの感は否めません。 2023年は経済の回復度合いが鈍化したため、微増といったところでしょうかさて、三峡ダムというと、大洪水や水力発電といったイメージを持つ視聴者さんも多いかと、意外にあちらでは観光スポットとしても人気があるようです。 例えば、2023年1月から6月の来場者数は150万人となり、コロナ前の2019年の同時期より5万人増加したと報じられています。国慶節と呼ばれる大型連休の時の写真がこちら。ダムを見下ろす展望台があるのですが、もう、人、人、人。人だらけです。ただし、感染症前に見られた外国人はほとんどいないということだけは付け加えておきます。三峡ダムはその名の通り、 近くに3つの峡谷があることから、三峡と命名されています。風光明媚な場所ですから、山に囲まれ、周りには何もない偏僻なところということになります。そんなところに、1日平均で8300人も来るのですから驚きです。日本のダムでイベントがあったとしても、そこまで人は来ないかと。今の入場料はいくらか調べてみると、基本コースで35元、オプションがセットになると、185元になるようです。 日本円でいうと700円から3700円あたり東京ネズミーランドや USJ ならわかりますが動かない構造物を見るだけとなると高いですねダムが完成する前から観光ツアーが組まれており視聴者さんの中にはひょっとしたら行かれた方もいるかもしれませんぶっちゃけ一度は行ってみたいとは思うのですが皆さんお察しの通りおそらく片道切符となりそうなのでやめときます 万が一にも現地に行かれる方は自己責任でお願いします。